じゃあそれでは参りましょう。ようこそ三浦コインの部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をして参りましょう。これ覚えてくれてたら嬉しいっすね。無謀企画ということで、今年の大学ラグビーのキャプテンは誰だと、2021大学選手権ベスト8のチームのキャプテンを勝手に予想というのを何ヶ月前ですかね、1、2ヶ月前ぐらいにお届けさせていただいたと思うんですけれども、まあ、結構これが思ってたよりも好評でして、で、そこから時間も経って各大学それぞれ公式に発表されたので、まあ、答え合わせしていこうじゃないかということです。8チームだけですね。ベスト8、8チームをやったんで、果たして三浦がどのくらい当たったのかっていう感じで見てみましょう。覚えていてくださったら嬉しいです。それでは参ります。まあ、ちょっと繰り返しになるんですが、案の定いくらリーグワンがあろうが大学ラグビーロスの三浦ということでね、まあそうしたね。なのでやはり定期的に動画で大学のテーマを扱いたい。この前ミキ選手のことを扱わさせていただきましたが、大学も定期的にやっていくと思う、いこうと思うんで、まあ春の大会が始まるということもあるので、それもちょっときっかけになりました。それは始まりますよね。で勝手に予想と、主要大学のキャプテンは誰だということで、大学は4年のスポーツであると同時にやはりキャプテンが主役と、なんとなくリーグワンよりも高校よりも大学が一番その傾向は顕著だとなんか僕は思っておりましたということで、しかし残念なことに誰一人会ったことない、僕を慶応ですらと。当然プレーだけでなく人間性を問われるキャプテン選考、当たるわけないと思われるが、冗談抜けですね、この辺を全部当てたと。ハード守るは外して山本海って予想したんですが、まあみんなに結構驚かれたんですよね。だけどまあこれ一回みんな僕とやっていただくと分かると思うんですけど、そうやってやるんだっていうのが多分分かると思うんで、毎年なんか結構当たるもんですね。やっぱねそこは、選び方は単純、公式戦に出ている3年生から選ぶ、いつも4年中心に見ているから新鮮で、それもそれで楽しいと。で、あと画面上やインタビュー記事からなんとなくの人間性を予想ということで、なので明治の副キャプテンの大石選手とかは絶対に当てられませんということで、今回もそれに近しい人いたんで、それはさすがにチーム事情そこまで知らないんで、あくまでも試合3年生の時に活躍で、あとなんとなくなそのインタビュー記事とか数少ないそのコメントとかで勝手に三浦が人間性を予想してこの人なんじゃないかななんていうのを予想するっていう企画でございますということで、まあね時間も経ったんでどういう予想したのかっていうことも含めて見てみましょう。当たったからどうなるものでもないし、外れても痛くも痒くもないが、まあ単純に大学ラグビーロスのみんなと楽しみたいなということで、とっとと参りましょうということでございましたね。で、4期ぶり優勝の帝京大学の、いろんな意味でインパクトを残した補足キャプテンの後釜はということで、その4年生をピックアップしたところ、新4年生ですね、入口くん、高本選手、谷中選手、山川選手、松山選手とかいたんですが、で三浦の予想的にはプレー的には高本選手は突出しているが、なんとなくキャプテンのイメージがないと。でまだリザーブだが、大阪桐蔭時代の松山選手の方がイメージ湧くというふうにここで書いてありますね、やっぱね。で本命は、山川選手と見たと。ただ青木君や本橋君の存在でスタメンが確約されてないところがネックなので、その観点で言えば入口君かということで予想してたんですけど、実際に皆さんご存知だと思うんですけど、新体制はですね、主将が松山君で、やっぱね来ましたね大阪桐蔭だから、なんとかスタメンをちゃんと固めちゃんと出るってことが松山選手はすごい大事なことかななんて思います。で副将が、入口くんと高本くんでしたね。やっぱ主将ではなかったですね。山川選手はちょっと入らず入口くんだったかということなんですが、で入口選手と大分透明なんですね、今何かと話題な。で、これ見ると大阪桐蔭時代から松山選手と高本選手って一緒なんですね。なんかそういう意味でもなんかすごくいいコンビで体制がなるんじゃないでしょうか。なんといっても帝京は新監督なんで、今年いろんな意味で進化問われると思いますが、春からちょっと要チェックしていきましょう。松山選手期待ですということで、まあなお松山選手って言っときゃよかったなということで、これは外れたということになります。続きまして、これ難しかったですね、結構意外だったんじゃないでしょうか。明治ですね、決勝で悔し涙を流した明治3年生、来年は前さんに優秀な4年生は揃うということなんですが、なんとなくもうここで触れてますよね。石田選手はすみません、画面越しからだとキャプテンな感じがしないと。で本命は中村選手かなとか言ってたんですが、結構僕の周りの明治ファンはキー選手なんじゃないかってみんな結構言ってたんですよね。
もしかしたら今年あまり試合に出てなかった3年生の可能性もあるかな、大石選手バージョンのキャプテンということも視野に入れたんですけど、ね、やっぱ意外でしたね。ということで見てみましょう。そうですね、石田吉平君がキャプテンになりました。ウイングキャプテンだとなんか吉田さんとかまで遡る、絶対他にもいるか、ああ吉田さんとか、なんかになっちゃうんですけどね。明治といえばやっぱフォワード、まあ、元木選手とかもいるか、なんかフォワードなイメージがあるんでね、なかなか決めかねたんですよ。ただ副将に大賀くんでしたね。中村くんじゃなくて大賀くんですか、報徳学園と。もう報徳最近もうあっちこっちに顔出しますね。で、斉藤選手も何かとねスタメンなかなか固まらないっていうことで、でもスーパーインパクトプレイヤーということでリザーブ率は一番高いんじゃないかっていう斉藤選手が副将ということで、まあね、大賀選手と斉藤選手はもうバリバリ優秀な下級生いますけど、プレーでも引っ張るべく試合にガンガン出てもらいたいなと思います。去年の大石くんはやっぱり良かったですもんね。ねえ、四股のジャージ4年で初めて来たっていうのはあれですが、明治どうなるか楽しみでございます。まあこれも余裕で外してるとああいうことですね。もう全然当たんねえじゃねえかということなんですが、東海大見事に当てさせていただきました。今年もベスト4の壁を越えられなかったリーグ戦の王者東海大、寡黙なリチャード剛選手の後釜はということで、まあこれはですね、もうなんかもう絶対自信ありましたね。明治と違い東海大はかなり自信あると。ずっと試合中のプレースタイル漂うオーラでファンだった伊藤選手一択でしょうという、間違いない、桐蔭学園出身だしと、ああいうことでじゃじゃんということで見事当てさせていただきましたっていうのと、副将の飯島くん嬉しいっすね。飯島選手ご存知のない方多いかもしれないですが、一応豊田さんとも軽く話したところ、やっぱなかなか1、2年時とか3年でレギュラー 上のチームとかになれなくてですね、でもずっと腐らずに努力をして、慶応が負けた大学選手権に抜擢されたんですよね。でその時に僕全然知らなかったんで、なんだこの選手はとか思って見てたら、やっぱそこでの抜擢もあって活躍もあって、その次の準決勝の明治の時もスタメン出てましたね。そういう意味では遅咲きだと思いますが、努力の男、そうですね、熊本西ってあんまね花園校の常連校でもないですから、そういうところでちゃんと東海大でずっと腐らずに頑張ってスタメン取ったっていうことで、多分チームでファンが多いんじゃないでしょうか。こういう選手がリーダーだといいと思うんで、あとはもうなんとなくもう伊藤選手かなと思ってたんで期待してます。桐蔭学園のね、今年東海大、まあ去年の優勝戦数ごそっと抜けるんで、どういうチーム作りするか楽しみにしてます。豊田さんにもちょっとまたいろいろ聞いてみようと思います。続きましてが、ね、今年最も選手権を沸かした京都産業大学、素敵キャプテンだった平野選手の後釜はということで、まあここもね比較的予想はシンプルなんですよね。キャプテン福西選手の副キャプテン家村選手でしょうと、ああいうところでもうここバシッとここ書いてありますよね。キャプテン福西選手の副キャプテン家村選手だろうと。で家村選手キャプテンも考えたが、やはりあのカードを張りまくる福西選手のプレーはチームを引っ張るのは間違いなし、これも自信ありということだったんですが、京産大の落とし穴に見事はまってしまいました。そうです、京産大は共同招待制だということで、去年もそうだったっぽいんですよね。出気症共同師匠か。いやまあでもね、もうどう考えてもこの2人だったと思います。福西選手が報徳ですね、これはまた報徳すごいな。で家村選手が琉球大柏ということで、今年もう京産大楽しみです。本当に春からずっと楽しみ追っかけてます。頑張ってください。続きましてが、そうですね、4年多かったですね、同志社、一気に卒業した同志社、そんな中で誰がということで、まあ、これも当てさせていただきましたね。久しぶりにメンバー表を見たら4年にスターが多かったなと、もしかしたら結構大変な年かもしれない、ちなみに優秀な新人を入ると。そんな中この名前を見ると、上昇学園出身の、柳本選手ですよね、が個人的には気になると。昨年キャプテン南選手と体張りまくった、これまた体張りまくるキャプテンかと、ああいうことをさせていただいたところ、じゃじゃんと見事に、まあこれも、もう見てれば分かりますよ。普通に話したことない、会った
ったことなくてもラグビーファンは、大学ラグビーファンは分かりますよ。で、あの副将の西村君、あれさっき名前出てなかったな、スタンドどうしたからということで、うん、楽しみ、でも試合出てましたよね確か、ちょこちょこ、楽しみです。ちょっとね、名門同志社の復活を待ってる人は多いんで、今年柳本君でいいんだよな多分、頑張ってください、うん、上昇のナンバーエットということでございます。で、続きまして、あーぶね、当てました一応、慶応は、同志社とは逆に昨年度は3年生の出場が最も多かった慶応、そうなんだよな、3年、今年勝負の年なんだよな慶応は、主要な3年生継承落ということで、あと江ノ佐くんとかマスプア、マプスア君とかも最上学年になるんですね、うん、いや、いい新4年生多いっすね、うん、で、母校なのに全く分からんとか、でストーリーを考えると大西選手前だと思うんかって、大西選手は、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、どうしても慶応でラグビーやりたいということで二浪してると。でもやっぱりやはり試合中誰よりも声をかけチームを奮い立たせる今野選手キャプテンを個人的には見てみたいということで、そうですね、もう1年の時からやっぱり引っ張ってて物おじしてないですもんね先輩に。で、あの去年の対抗戦も最初出遅れたんだよな怪我で、で途中からやっぱ彼入ってきてからやっぱチームもやっぱさらにワンステージ上がったような気がするんで、今年もちょっと頑張ってもらいたいなと思います。で、そうですね、今野くん、その今野くんがキャプテンで、副将が鬼木くんと佐々木純、いいっすね、いい、あ佐々木純くんももう最後の年になっちゃったのか、あ本当にね慶応に来てくれて本当にありがとうって感じですが、まあ、多分佐々木純くん的にはあの全然対抗戦とか大学選手権で不完全燃焼だと思うんですよね。どちらかというと鬼木くんとかの方が目立ってたりすると思うんですけど、佐々木くんはもう4年で爆破してもらいたいなと思います。もう期待します。もうね、山田響くんとかと一緒にガンガントライを量産してもらいたいなっていうのと、今野選手をね、今野キャプテンを下から支えてほしいななんて思います。で、鬼木くんもラストイヤーか、悲しんでる人多いな、俺の周りも、頑張ってください。で、続きまして、慶応並みに優秀な3年生が残る、さあ優秀な3年生残るな日大と思ってたら、あとちょっとびっくりしましたね、こんなのありと思ったんですけど、あ水間くんのキャプテンが見てみたいがなんとなくなんかなさそう、不平な服、ヨヘナ君と福原君でしたっけ、いつも名前忘れちゃうんですよね。コミを最初4年かと懐かしてる場合じゃない、個人的にはプレースタイルの観点から言って広瀬君推しだったんですが、なんとこんなことになりましたね、日大は副将が4人と。あで、これ平坂君ちょっと勉強不足だな、要チェックしてなかったな、ロックで日大高校からということですね。で、あの僕の推しだった広瀬選手は副将ということで氷川でね。で、鷲谷君、鷲谷君、天理、ほほほ、多いですね。で、ナサフヨ、ヨヘナ君も、リーダーということで、おなんか副将が4人なんですね。だから優秀な4年生が多いということの表れでもあるかなと。いうところで、トゥポーいいっすよね。トゥポーでもウイング、なんかロックとかでも出てなかったっけ。まあ、ちょっと今年日大も、日大なんかもうここ数年安定してる、強くなってきましたね。琉球大とかがちょっとあのとなんかいろいろあの強かったり弱かったりしてる中、日大がなんかすごく安定してきたなということなんで、リーグ戦でもかなりあのキーなチームになりつつあると思いますので、今年も楽しみにしてます。あ、出た、これで最後だ。最も創始3年生が残る早稲田、キャプテンは間違いないと思うが副キャプテンが難しい。で、これは本当に嬉しいっすね。どう考えてもキャプテンは相良でしょうということで間違いないと言って、バックスリーダーに個人的には吉村選手希望と、牧選手は小泉選手、松下選手はトライを取ることだけに専念してもらいましょうということで、あと小西君もね、4年生っていう指摘もあったんで、まあ、相当怪我で泣いたっぽいですが、4年生でまた爆発してもらいたいなと思いますが、そうですね。もう、で、加賀美君がちょっと要チェックだな。相良選手、キャプテンの加賀美選手、早稲田学院ですね。で、吉村君、副賞入った、嬉しいな。ラストイヤーか、吉村君もラストイヤーか、寂しいね、早いな時間経つのなんて言ってもしょうがないんですが、ぜひ早稲田、去年ちょっと不完全燃焼感が否めないと思うので、今年楽しみにしてます。で、結果はだからそういう意味ではちょっと共産大をちょっと三角にさせていただくとですね、8分の 4.5 っていう微妙な数字、ちゃんと当てたのが慶応、キャプテン当てたのが慶応、早稲田、東海大、
同社、あとはちょっと 0.5 は共産大ということで、あの他にももちろんあの体制ありますし、あとネットに今たくさん上がってるんで、皆様好きな推しチームの、キャプテンとか、新4年生は誰がいるのかっていうのもチェックそろそろ始めていきましょうということで、大学ラグビー久しぶりに動画でお届けさせていただきました。お付き合いいただきありがとうございました。レッツラグビー。